はいえー、とそれでは、えー、人間科学研究科の大学院の説明を行います。えー、私は、えー、早稲田大学人間科学学術院入試方法副担当をしています、山田といいます、えー。こちらの画面をご覧いただき ご覧ください。これは今年度の大学院人間科学研究科のパンフレットの表紙を掲載しています。人間科学研究科に少しでも興味のある方は、パンフレットの確認もしてみてください。私たちは所沢キャンパスで研究活動を行っています。右上の写真が所沢キャンパスの上空からの写真になります。 奥には狭山港がありまして、さらにその奥には西武ライオンズの本拠地、ベルーナドームも見えます。左の写真はグラウンドから見上げた所沢キャンパスの中心にあります100号館の建物です。それからもう一つ、101号館は右下の写真のような近代的な設計となる建物が建っています。 所沢キャンパスというのは狭山丘陵の緑に囲まれた美しいキャンパスでありまして人間科学研究科の大学院生は主にこのキャンパスで研究活動を行っています。早稲田大学の中でこの所沢キャンパスを本拠地とするのが人間科学学術院とスポーツ科学学術院です。 人間科学学術院の中に大学院人間科学研究科は展開されています。最初に人間科学研究科の特色と私たちのビジョンについてお話をします。このイラストに示されていますように、人間科学学術院というのは4つの組織が存在をします。人間総合研究センターは主に研究活動をサポートする研究センターです。 大学院に関しましては人間科学研究科がありまして、学部としては人間科学部、それから社会人学生を中心とした e スクールというインターネットを利用した通信制の学部組織も持っています。このような組織で人間を起点とする複合的、横断的アプローチで地球社会の課題解決に挑むということをビジョンとして掲げています。 特色としてはまずさまざまな学問分野が融合しているという学融合性そしてさまざまな分野の学際的なアプローチそれも国際的なフィールドであるいはそれぞれの地域における問題解決というようなことを掲げていますこの図はパンフレットの中の一部です人間を起点とする複合的横断的アプローチで 地球社会の課題解決に挑むということが書かれています。我々は学際的かつ実践的であるということを志し、学問のための学問にとどまることなく、現実社会で起こっているさまざまな問題の解決に挑んでいます。では、なぜ我々が学際的であることを重んじているのかと申しますと、まずは現代の現実社会において、 解決するべき課題の多くは、既存の知と知の間、特に異なる文化が摩擦するところに生じているからです。さらに、学際的であることによって、それぞれの専門家や専門分野が持つ多様な考えや専門知識を集結集することによって、現代社会の課題に取り組むことができるようになるという利点があります。 例えば、現在、我々人類が新型コロナウイルス・パンデミックという重要な問題にいまだ直面していますが、これは紛れもなく現実社会に起こっている問題であります。かつ、地球規模で同時に起こっているということで、グローバルな問題であるとも言えます。このような現実的な問題を取り扱う場合、どうしても特定の一つの分野に関する専門家だけでは解決することはできません。 新型コロナウイルス感染症の場合、当然、医療の専門家、ワクチンや治療薬開発、あるいは感染症拡大シミュレーションの専門の方々がいろいろ尽力しているわけですが、その方たちだけでも十分な課題解決が導かれるわけではありません。経済にも影響があるということですので、経済学の問題でもありますし、働き方については社会学の問題ともなります。 我々教育の現場では、オンライン授業を取り入れていますし、安心・安全な暮らしということで、健康福祉の問題も生じてきます。また、公衆衛生の立場からは、できるだけ人の流れを減らし、人と人との接触を少なくすることが、この問題に対する有効な解決策となるのですが、一方で、経済の立場からは、それでは生活が成り立たなくなるといった摩擦が生じます。 このような問題に対して、より多くの人たちが納得する形で解決策を探るためには、多くの分野の専門家の英知を集めることが必要になります。そしてそれが次のパンデミックが生じた場合の指針になっていきます。新型コロナウイルス感染症に限らず、先ほども申し上げたように、地球上で生じる多くの問題は、文化と文化が摩擦するところで生じます。 このような現代社会で人間社会が直面している問題を実践的に解決していこうとすると必然的に一つの分野の専門家だけで解決するという話にはならず分野横断的な複合的な視点からの解決策の検討が求められてくるはずです我々人間科学研究家では人間を起点として複合的かつ横断的な課題への取り組みを標榜し 地球社会の課題を実践的に解決することを目指す学問が人間科学であるというと考えています。そういった研究活動を進める上で大学院が重要になってきます。人間科学研究科内には8の領域に1つのコースが設置され、学際性と実践力を追求するというような構成になっています。その8領域ががここに書かれていますが 緑色で書かれている地域・地球環境科学研究領域、人間行動・環境科学研究領域、そして文化・社会・環境科学研究領域の3つの領域が人間科学部の人間環境科学科の上に設置されています。それから健康生命科学研究領域、健康福祉科学研究領域、臨床心理学研究領域の3つの領域が 健康,福祉科学健康福祉科学科の上に設置されています。さらに1コースというのが修士課程の2年生、つまり1年間で修了するコースですが、教育認証コースという形で設置されています。この3領域のプラス1コースが人間科学部健康福祉科学科の上に設置されています。 そして青文字で記されています、感性認知情報システム研究領域と、教育コミュニケーション、情報科学研究領域が人間科学部の人間,人間情報科学科の上に設置されています。このように、8領域にプラス1コースが人間科学部の各学科からより進んだ学際的かつ実践的な研究分野として設置されています。 これによって国際社会が求める研究者や実践家を養成し、かつ様々な研究を行い発信していく活動を日々行っております。また、2022年9月より、英語のみで修士学位を取得できる、エデュケーショナル・イノベーションコミュニケーション・スタディズ、通称エディックスを新設しております。次のスライドからは、それぞれの研究領域について、一言ずつ簡単ですが、紹介をいたします。 まず地域・地球環境科学研究領域です。こちらは持続可能な社会構築に向けて地域環境や地球環境を自然科学と社会学の両面から検討する研究領域です。専門分野としましては生物学、生態学、地球科学、環境科学、環境社会学、環境経済学などを専門とする先生の研究室から構成されています。 こちらの写真は実験室で分子レベルの生物学実験をしている様子です。この研究領域に属した大学院生の修了後の主な進路はここに示した通りです。博士課程に進学して、その後大学教員になった修了生もいます。次に人間行動、環境科学研究領域です。 こちらは人間と環境、特に生活環境のあるべき関係性を探究するということで、専門としては心理学、建築学、発達動機づけ論、環境デザインの先生の研究室で構成されています。この写真はです、ね、地域環境に関する実践的な活動及び研究の様子で、子どもたちと一緒に街を探検する様子です。 終了後の主な進路もこちらのように示しております。続きまして、文化・社会環境科学研究領域です。こちらは世界が抱える諸問題をフィールドワークや文献調査により解明するということで、社会学や文化人類学、考古学などを専門とする研究室から構成されています。 こちらの写真はスペインの人間の塔の現地調査の一コマです。このような風習とか文化、儀式などの意義とか人間の営みについてどのような意味を持っているのかということをテーマとする研究活動が行われていたりします。進路としましては新聞社などのマスコミ系が多いのが特徴として挙げられます。 次に健康生命医科学研究領域です。こちらは人間の健康増進や生活の質の向上、疾患の一時予防を研究しておりまして、より健康に生きるための条件や情報を検討しております。具体的には神経科学、内分泌学、外剖学、 などの生命医科学とバイオメカニクス、医療人類学などの健康科学、あるいは生命医科学と健康科学にまたがる食品科学や人間の寿命、アンチエイジングなどを扱う先生の研究室から構成されています。右の写真は、バイオ実験室における実験風景の一コマです。 無菌状態で細胞組織を培養する際にさまざまな刺激を与えることでどのような現象が現れるのかということを観察し生命の仕組みを理解しようとしています主な進路はここに記載のとおりですが博士課程に進学して大学教員になるというケースもあります次に健康福祉科学研究領域です この研究領域では誰もが安心して暮らせる社会の実現を目指すということで臨床姿勢学予防医学支援工学社会保障政策などを専門とする研究室から構成されています健康保守科学研究領域の中でさまざまな研究領域があるんですけどもこの左の写真は地域社会ということで地元の所沢市と連携して 市民参加型のワークショップを行い、行うということも研究活動の一環として実施をしています。主な進路としてはこちらに記載のとおりです、えー。続きまして、えー、臨床心理学研究領域です。えー、こちらは臨床心理分野の、えー、研究と実践能力を兼ね備えたプロフェッショナルを、えー、育成することを目指した領域です。 修士課程修了時に臨床心理士、公認心理士の受験資格の取得ができます。かなり専門性の高い臨床心理の研究を行うという領域になります。中でも実践と研究ということで、まあこの写真は社交不安に関する脳カ研究の予備実験を行っている様子です。 研究室ではこのような電極を頭皮の表面につなげて脳活動の様子を測定し、画面を通じてモニタリングをするようなことを行っています。進路としましては、臨床心理の専門性が求められるようなさまざまな組織に進むケースが多いといえます。臨床心理に関連して、修士課程1年生の1年間で終了するコースとして、教育臨床コースも設置されています。 このコースでは多角的なシェアを包括した教育臨床の方法論を探求するということで、このコースの修了要件に加え、一定の資格要件に定められた講義及び実習の単位を取得することによって、学校心理士の資格試験及び臨床発達心理士の資格試験の受験資格が取得可能です。このコースは 教育臨床の実務経験がある人を対象としています。教育形式はゼミ形式による少人数授業を重視しております。社会人を対象としていますので、授業は夜間および土曜日に開講あるいはオンデマンドを活用して行っております。ここから最後。 2つは人人間間科科科学学部、人間情報科学科の上に設置された研究領域となります。一つ目が感性認知情報システム研究領域です。人間の感性を科学的に探求し、現代社会の諸問題を挑むということで、研究分野としましては、認知科学、情報科学、システム工学、人間工学、生態工学などの研究室から構成されています。 写真はコミュニケーションロボットを使う実験準備風景です。オープンキャンパスでもしばしばこのようなコミュニケーションロボットを使ったデモを行っております。主な進路,進路としましては、IT 系、情報系、技術系の就職が多いということになっています。最後に教育コミュニケーション、情報科学研究領域です。 この領域は人間中心の社会とシステム開発を学際的アプローチで追求するということをしています。教育工学、計算機科学、心理学などの専門分野から構成されています。教育コミュニケーションということで、写真はワークショップデザインの演習風景です。 一方的に教育を受けるということではなく、ワークショップという能動的に学習者も関わる中で何かを習得し、作り上げていくというワークショップをデザインするという演習となっています。主な進路先としましては、マスコミ、あるいは情報技術を使ったコミュニケーション関連の企業や組織、あるいはもう一歩進みまして、ゲーム制作などを行っているエンターテインメント系 の企業への就職が実績としてありますこちら2024年度に入学を希望する受験生向けの人間科学研究科の入学試験の概要です修士課程一般入試及び博士後期課程の一般入試の出願はそれぞれ7月の20日から25日までということになっています 一次選考通過者に対しては二次選考を実施します。修士課程は10月7日、博士後期課程は9月23日となっています。受験をお考えの方はこの日程を控えていただければと思います。また、出願にあたっての注意事項です。 出願する前までには必ず希望するあるいは検討している研究指導の担当教員と連絡を取っていただいて担当教員とご自身の考えている研究内容などを十分相談をしてくださいひょっとしますと別の先生の方がふさわしいというようなこともありますので事前に 連絡を取っていただいて十分に相談をして出願をすることをお願いしたいと思います。臨床心理研究領域、あ、臨床心理研究領域の受験を検討されている方へのアナウンスです。例年7月中旬頃に対面もしくはオンラインで、えー、説明会を実施しておりますので、こちらにも。 参加をしていただいて出願することをお願いしております、えー、詳細については人間科学研究科のホームページで公開されますのでそちらを確認していただきますようお願いします、えー、それではあのー、これで私の、えー、大学院の説明は終わりになりますけども、えー、早稲田大学の人間科学研究科への受験を、えー、お待ちしております、えー、一人でも多くの方が受験してくれることを望んでおります以上になります